はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。今日もですね、沼プラの投稿作品の紹介をしていこうと思います。沼プラとはですね、先日3月末までを締め切りとさせていただきまして、青島さんから発売されてます32分の1スケールのスナップキットラクプラを、まあ、あのご自身ができる範囲でこだわりを持って楽せず作るというようなコンセプトでですね、お披露目会ということで開催をさせていただきました。で、あのライブにてですね、前編後編と2回に分けて、全ての作品紹介をさせていただきましたが、あのせっかく手間もかけていただきましてですね、個性のあふれる素晴らしい作品ばかりでしたので、一台一台こういう形でですね、まあ、1本あたり5、6分が平均かなと思いますけども、ご紹介をねさせていただこうかなということで、カメラを回しております。はい、ということで、今日が4台目になります。私の方にですね、お写真をいただいて、保存させていただいたのが4台目のキットということで、弓岡さんからご投稿いただきました、ラクプラのアベンタドールのご紹介でございます。こちらも最近って言ってももう半年ぐらい経ちますかね、青島さんから割と後発というか最近出てきたキットになります。32分の1スケールのランボルギーニアベンタドール、こちらを作成いただいて投稿してもらいました。で、なんと弓岡さんがですね、ご年齢が13歳って言ったかな、中学生、中1か中2の中学生の、まあ、男性ということで、おそらく当チャンネルの視聴者さんの中では最年少かな、一番若い、まあ視聴者さんで言うと分かんないですけども、コメントいただいたりとか、こういうコンペにご参加をいただくという方の中では間違いなく最年少かなということで、ライブにもねちょこちょこ顔を出していただいていて、で、いくつかですね作品投稿もいただいているという状況で、まあ、今回このラクプラのアベンタドールの投稿をいただきました。はい、で、ちょっとねエアブラシを持っているんけれども、バラバラに掃除をしようと思ってバラすと戻らんくなったということでですね、ご相談もいただいたりしてたんですけども、なんとかエアブラシも元に戻って塗装を頑張ってやられたということで、投稿をいただいています。はい、で、32分の1スケールとはいえですね、このキット自体の完成度も非常に高くって、アベンタドールのその形というか入れ立ちみたいなものもですね、綺麗にこう再現されてるなと、平たくて横幅が広い、こういう元々の車のスタイルもね非常によく緻密に再現されてるなというようなキットになります。で、前からのアングルでもお写真いただいてますけども、はい、こんな形 でホイールにつきましてはですね、シールかなというところで、シールでのその色分けの再現ということになっていて、リムとか細いんでね、これシール貼るの大変だと思うんですけども、ここもしっかりと仕上げられてるということになります。はい、でライトもですね、レンズがしっかりあって、中にもライトのユニットが、これシールとかなのかなか、造形はしっかりプラの表面がそういう形をしていて、上からシール貼るタイプかもわからないですけども、レンズの中にライトのユニットがあるというような再現度になってますので、非常に目つきもリアル度が高いいいキットになってるなというふうに思います。で、あえてですね、触れさせていただこうと思うんですけど、このリアのとこですね、このリアのところ若干こう浮いてる感じがあるんですけども、ラクプラはもともとその塗装される前提で作られているものではないですので、どうしても塗料がここに絡んでくると、はまる箇所がはまらなかったりとかですね、そういったことが起こってきますが、まあ、こういうのもですね、前もって仮組みというか仮合わせみたいなものをやっといて、まあ、塗装をもしするのであればちょっと緩いぐらいに削ったりとかね、そういうのをして調整をしておけば塗装した後もはまるようになったりしますのでね、また次回もし組まれるタイミングがありましたら、塗装する場合としない場合と、もし塗装する場合は若干だけ余裕がちょっとスカスカかなというぐらいまでですね、削ったりそういったことで調整をしておくと、まあ後でハマったり、ちゃんとハマったりね、そういうことが起こるかなと思いますので、まあ、仮組とかで様子を見てみられるといいのかなというふうに思います。まあとはいえですね、私12歳、13歳ぐらいの時ってこんなに上手に塗装も組み立てもできませんでしたので、これからたくさんのキットを組まれて、まあ大人になる頃にはとてつもないカーモデラーになられるのではないかなということで、非常に
ワクワクしております。はい、で、まあ、中学生ということで、自分も中学校の時を思い返してみたらですね、まあ、プラモをちょこちょこ作ったりしてましたけども、なんかね、ちょっと周りの、友達とかには、趣味がプラモデルですっていうのは、大きい声で言えたかなっていうのを考えるとですね、ちょっとこう、ハテナなところがありまして、なんかこう、まあ、マニアというか、オタクっぽく思われたらどうしようみたいな、なんかそういう、部分がありますのでね、プラモデルが趣味ですっていうのはなかなか模型が趣味ですみたいなって言いにくかったりすると思うんですけど、こういうふうに YouTube で、まあ、拙い YouTuber ですけども、紹介をしてもらってるということで、お友達とかにもね、さすがなければぜひ紹介をしてあげてください。そうやってこう、人にはちょっと言えないけども、プラモデル興味あるとかね、プラモデル好きっていう子供、人もね、その学校とかお友達の中に必ずいらっしゃると思いますので、まあ、そういったところで共通の趣味のお友達ができるとやっぱり話もあったりとかですね、学校も楽しくなったりすると思いますので、ぜひぜひちょっと心許してるお友達だけとかでもいいので、ぜひこうやってこう作ったのを取り上げてもらったんだということで、お話をねいただけたらと思います。はい、で真横からのお写真もいただいてますけども、やっぱ綺麗ですよね。32分の1っていうと本当10センチちょっとしか車としてはサイズがないんですけども、そうは見えない組み付け、まあ元々のそのキットの出来もさることながら、弓岡さんしっかり組み付けをされてる、で前後の車高とかもしっかりバランス取れてますのでね、綺麗に、製作をされてるなということで、非常に美しい。私もちょっとこれ買って作ってみたくなりましたね。はい、でこの色味もいいですね。ブルーメタリックというか非常に綺麗なお色かなと思います。で机が綺麗、何よりもいいですね。なんか整った作業場って作業もはかどりますし、なんかモチベーションにもつながったりすると思うので、非常にいいですね。美しい机で作業されるというのは私もちょっと見習わないとなというふうに思ってます。はい、ということで、簡単にはなりますけども、弓岡さんからご投稿いただきました。青島さん、スナップキットシリーズ32分の1スケールのラクプラですね、これのランボルギーニアベンタドールのご投稿をいただきました。はい、また明日以降もですね、こういった形で、沼プラのご紹介はさせていただこうと思ってますので、次回もぜひご覧ください。弓岡さんもこれに懲りずですね、また次の作品のお披露目会とかにも、作品を投稿いただけたら私個人的にも非常に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント高評価もですねいただけますと今後の励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。で、このアベンタドールのですね、Amazon のリンクも動画の概要欄に貼っ付けておこうと思いますんで、気になる方はご購入をそちらから行っていただければと思います。普通のラクプラよりちょっと高かった印象があります。2000円ぐらいしたんだったかな。それも参考でご確認をいただけたらと思います。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。